発ピッチャーがでそれだけまっすぐフォークだけで勝ってきたやつすごいやな。やっぱり黄金時代やっぱ看板選手といえばね、クリーンアップ清原秋山デストラーデっていうのがね、はい、やっぱりすごくこう目立ってたんですが、まあ、恐怖の9番と言われてて田辺さんなんですが、うんうん、でもあの時の西武だから9番ですよね。そうなんです。他のチームだったらまあ普通にクリーンアップとか 5,6 番打ってるバッターですからね、内容的にはね、はい、僕は久保田選手ですね。もう本当 JFK といえばね、本当藤川球児みたいな感じですけど、90試合でなおかつ、まあ、100イニング超えてるんですよ、うん、おすごいな、俺知らんかったわ。すごいですよ、もっと評価されるのね。もう全員賞をあげたいと思います。もっと探します。こんな出てこないですか。すごい3回投げて3回の平均が10イニングですから。そう、もっと評価されていい選手、もっと評価されていい選手、西崎さん誰かいますか。誰やろう、今のでいいですか。今でも昔でもいいですか、はい、僕はねこいつは気になってしょうがないんだ。早いな、やっぱいるんだ。いるんだね。ちなみに僕はね、星野信之を挙げたんですよ。125キロで170勝か180勝、うん、そんなやつおれへんじゃないですか。いないね。素手でボール取れるぐらいの。あいつのあの球みんな知らないと思うから。はい、あ、早いな、早いな。どうぞ谷繁さん、今のか。あ、これどういう意味、短命だったっけ。そうです。まあ、もちろんエース格でね、今中の何年かやったんですけど、うん、でもそうは言ってもちょっと短かったなっていう、はい、実は今中ってインパクトあったけど短かったんだよね。そうなんですよ、まあ、僕同級生なんですけど、うん、もう全然僕より早く一軍で活躍して、もう僕なんかもう対戦するときに、はい、お前打ってみろみたいな。はい、打てないでしょうみたいな。いや本当軽く投げてピョンってくるんで、はい、本当打ちづらかったですよ。やっぱ球がね手元で速いんですよ、右バッターのインサイドが。あのベースギアが速いですよね。速いよね、うん、ストレートとカーブとフォーク3つかな。カーブがすごかったな、ポヨーンって、ね、抜けるね、うん、はい、これ何キロ、何キロ、80キロ。今のはね極端に遅いです、もうちょっと速いです、はい、普通は。うちにいたオマリーが今日先発誰だって言って、今中だって言うとちょっとお腹痛いって言うぐらい。でもやっぱりインパクトが強いから記憶には残ってるよね、はい、みんなね。じゃあちょっと現役なんですけど、オグゾと一緒にやった加藤貴之。これはもうやっぱすごいですよこいつ。僕は評価高いですよ彼は、はい、もう前から前で今年もね、あのフォアボールの少なさで記録作りましたけど、うちの高校の後輩なんで。そう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 、拓大高陵さん。そうなんですか、はい、もう本当ひょうひょうとして。加藤今年僕キャンプで受けたんですよ。あ、受けた、はい、いいでしょ。最初僕久々だったから5年ぶりか6年ぶりなんですよ。ピッチング受けるのがね、はい、だから気使って球の遅いのを用意してくれたのかなと思ったんですよ。でも違いますよ、やっぱりね、いい角度でしょ。それはもう間違わないでしょ。はい、間違わないです、うん、構えたあたりにほぼ来るんですよ、うん、絶対間違わない。だからピッチングコーチってこれ打席に立って普段練習するんだけど、こいつの場合はもうヘルメットも何にもいらない感じ。だって1年でいくでしょ、フォアボール11。それはやっぱすごいですね。で記録を作ったら72年ぶり、これ破られないでしょ、これ。いや無理だよ、11個はすごいです。なんか年々プロ野球のストライクゾーンもなんか狭くなってる気しますもんね。狭い。これちょっと験担ぎで来年も受けに行こう俺。あ、いいね。文句言わないよね。あ、文句言わない、文句言わないよ、ものすごい性格いい。でも文句言わないけどさ、でも変える時に打たれるからもう変わるよっていう。あと一人ランナー出したら変えてくださいそんなこと言うの。いやそれはもうダメだよ、もう監督も言ってるしダメだって言ったらダメだっつって、たら裏行って食堂でもう一人でピッチング発打に、そういうお願いしたんですよ、ダメでしたって言って。だってショートスターだって結構加藤やってたんで、うん、先発して3イニングで変わったりとか、うん、やりたくなっちゃうよね、ちょっと かわいそうだった面もあったんだよね、うん、ぜひなんか皆さんに見てもらいたいピッチャーの人かな。僕言っていいですか、はい、僕はあの同期の土橋。いいね、懐かしい。
渋いとこ行ったね、戸橋。渋いの、本当に渋い。いい選手だね。うん、もう評価 ね、されていいよね。はい、うん、まあ、打順でも2番、3番、5番、6番、7番、8番。うん、内外野守れて、もうすごい地味にすごいいい選手。本当チャンスで打ってましたもんね。本当打つよね。はい、嫌でしたよ。体が強いな、こいつ。強い、本当強い。骨折しててもなんか出ちゃう感じなんで。うん、でね、あれ手袋してないでしょ、素手で、うん、そうなんですよ。グリップエンドのところにテープ巻いてね。そうそうそう、僕あれ真似しましたよ。はい、これドボスさんの真似したら打てるかなと思って。谷繁さん、いろんなことやってますね。長いから3000試合出てるから、はい、3000試合3000試合ですよ、あの人。もうドバッシュはね、ファインプレーしてもね、ニッコリともせん、しないですね。フェンチョッカーなんかバーンとって体バーンぶつかって、取ったか取ってないかって全然違うじゃん、ランナー走ってるし、うん、みんなほんで取ってないと思ってみんなが焦ってんのに実は取ってたっていう。取ったアピールせんよ。キャンプとかで僕も一緒にこうペアでティーしますっていう時に、うんうん、もうドバシと組んだらもうね、これずっと打ってるんですよ。手がもう僕らも痛くて嫌なのに、コーチはこうやって2個ぐらい持ってきてね、もうずっとティー、こいつずっとって本当にやめてほしかった。一緒に、もう手も痛いし、もう妥協しなかったです。そう、もうずっと練習してるタイプ。僕が知ってる中で一番練習してたなと思うのは佐伯です。へえ。はい。そんなすごい。あいつはすごいです。へえ。一番練習してます。ハム本当ハムいないです。いないね。本当みんな終わったらすぐパッと帰るしね。グラウンドいないっていう。パリーグって全然練習しないっていうイメージが。僕が楽天に1年目行った時に、僕も練習しない方なんですけど、練習終わって僕がマシーン最後打ちに、キャンプ中ね、打ちに行こうとしたら、磯部とか、いや、どこ行くんですか、いや、ちょっとバッティングマシン打って帰ろうと思って、ってあいつらもう自分のメニュー終わったら帰っちゃうんですよ。ソフトバンクでコーチ入った時も自分のメニューして打つのは中村晃、柳田ぐらいなんで、パリーグって練習しないのかなっていうのは率直な意見。パリーグしない。しないですか。今はさすがにすんじゃないの。でもね、俺ライオンズ行ってからは松井和夫、あいつは一方もマシン打ってましたよ。右でスイッチヒッターじゃないですか。だから右で打った後にまた左でずっと打ってるっていう、あの努力はすごかったなと思いましたよ。投げればいいってもんじゃないんだけど、西武にいた時の小野寺力って今、ヤクルトでコーチやってますけど、もう延々投げてますよ。だからやればいいってもんじゃないんだよっていうのはあいつが証明してくれたんだ。いや、日ハムから来た、ヤクルトに来た押本もずーっと投げてましたよ。あ、そう、押本もやったね。はい、キャンプ中ってこと。いや、普通、普段から投げたいやつはもうずっとそうなのよ。試合あるのにってこと。試合あるのに、だからさ、試合があるから、あの前の練習の時に投げさせないようにするじゃない、はいはい、そうするとさ、例えば3連投してるパスしてますから、監督にもう4連投目なんで、ちょっとお願いします、今日お願いしますねって言うと、あいつは監督の前で遠投したりさ。投げれんじゃねえかと。そう、だからもうその時はもうグローブを、だからもう俺はなんか何回かもう持って上がったボッシュアピールやな。どんなんすか、不安不安みたいだけど、やるやつでそんなに伸びてるのは、そこまでやって伸びるのはあまりないと思うんで、効率よくやっぱりやらないとダメでね。ごめんね、俺古い人だけど、斉藤明夫さん、いいですね、いいですね。これがプロのピッチャーなんだなと思ったのは斉藤さんです。めちゃくちゃコントロールいいです。いいよね、はい、斉藤さん100勝して100セーブするピッチャーって評価低いんじゃないかなと思って。一番最初でしょ、斉藤さんが。そう一番最初のね、うん、だからその他にね、まだいるけど今100勝100セーブしてるのが、うん、でも一番最初、これなんで評価低いのかなと思って。そんな目低くないですよ。で, す、ね、はい、でも迷宮会にも入れないし、うん、はい、俺入れていいんちゃうかなと思いますけどね。確かに、世間的にはそんなに、なんかただのユーティリティとか、まあ、プレイヤーもそうなんですけど、野手もそうなんですけど、でもチームにとっては本当にありがたいんですよ。そういう選手はまだね、これね、給料にもあんまり反映されなかったりするんで、そうですね、ぜひこういうところでみんなに、ね、分かってって、いい選手なのよ本当にっていうのは、もう各球団大体いますよね。だから斉藤さんもこの年は抑えやってくれとかね、この年は先発やってくれとかっていうのを、まあ、上原とかもそうですよね。だからこれはもうチーム事情でやらなきゃいけないところ、分かりましたと、ベテランになってもそういうことをやれるっていうのは、もうやっぱりみんなからこうリスペクトされるっていう選手ですね。やっぱ難しいですか、先発が。そのいや、そうでもないですね、慣れちゃえば。
ライオンズ行ってからは抑えやりましたけど、先発はやっぱりこうどうしてもこう体力的に苦しいところありますけど、抑えはもう精神的なんで、はい、スタミナは全然大事です。特に俺抑えやった時は松坂大輔入ってた時なんで、あれは一番大変でした。え、なんで勝ち消したくない、周りから勝ち消したら何言われるか分からない。そうよ、だ大輔のプロ初勝利を僕は抑えでやったんで、あの時やってんだ、あの時一番最後投げてウィニングボールを大好きに渡す。もっと評価されていいんじゃないですか。そうだ、いいそれ見てないな、西崎さんやってんあれ。斉藤さんの絵を見てもらいたいのが、プロ野球ニュースで僕が大笑いした映像があるんですよ。これ見てください、斉藤さん、これ見てください、この後です。これこれ見てください。これ1年目ですよ、あれ。みたらし団子をパンチママが食ってるんですよ。斉藤明夫さんは大正大なんですよ。そうです、で大正大で大学生4年生の時からパンチパーマ、サングラス、ヒゲで投げてたらしいから。僕あの斉藤さん1年目、僕キャンプ同部屋ですもん。あ、そう、はい、斉藤さんの部屋子です。僕ビビった？いや全然大丈夫です。優しい、はい、野球の話をするんですか？ほとんどなかったですね。もう子供みたいな感じだったから。であとみんな来るんですよ、僕の部屋に。みんなっていうのは若菜さんとか田代さんとか。部屋の見に来るってことよ。そうです、うん、毎晩ビール一箱なんですよ、キャンプ中で。ホテルの目の前に酒屋があったんで、買い出しは僕だったんです。毎日一箱買って帰ってきて、だから僕は違う人の部屋に行ってるんですよ。で飲み終わったかなっていう時に帰ってって、で寝る。斉藤明夫若菜の会話とか見たいね。